鉄州寺は、静岡県静岡市清水区にある、臨済宗明神寺派の寺院。三号は札落山。本尊は、千樹観音菩薩。飛鳥時代藤原氏の出身である、久能忠人が、現在の久能山ノ照宮付近に建立した道に始まり、その後奈良時代の創業期が、来山して久能寺と合したという、平安時代に入って、天台州に改められ、 多キ寺と駿河を二分する勢いで栄えた。1570年、武田信玄が、久の山西城を作るため現在地に移され、宗士も変わり新義神言宗に属することになる。江戸時代には、主因寺領として二百国余りを与えられ、多くの死亡を有したが、江戸時代後期あたりから衰退し、明治に入ると矛盾になって、寺は荒廃してしまった。その後、旧幕臣で、明治以降に、 静岡半県第三寺も務めたこともある山岡鉄州が臨済寺から今川忠さんを招いて復興し、事後も鉄州寺と改められた。そのため鉄州の書籍の遺品も多い。久能寺狂言尊最古の一品京。現在は東京国立博物館に帰宅。英治二年体験門院の出家に際して、蕎麦法王や美福門院をはじめ、近親や女房らが加わった。 逆宿用のために、血縁所写された。元は、北家二28品に海経と、血行を加えた30巻か、あるいはさらに、阿弥陀行、般若心行を加えた32巻本だったと、想定される。鉄州寺にはそのうち17巻分伝わっており、他に、五島美術館に2巻、東京国立博物館に3巻、個人に4巻の計26巻が現存している。 鉄州寺所蔵品の人数は19巻だが、そのうちだら2品、第26と、普賢菩薩進む発品、第28の2巻は補え廃本とみなされる。なぜこのように立派な経典が、都から遠く離れた地に収められたのか、は不明である。諸説として、刑の戦乱を避けるため東国武士によって移された、蕎麦法王の利休であった、安楽寺院や上皇がしばしば猛出た熊野三山と、 苦悩児との関係性、などが挙げられている。比喩品は体験門院自らの血縁によるもので、その社経の筆者は近似の女房中納言の弟で、東大屈指の農書で知られた藤原定信。また、書写名は不明だが、安楽行品の書は穏やかで優美な行書気味の書風で、当時の農書の中でも特に優れた人物の手になる。1142年作の尺上、源が、 牛若丸と呼ばれていた頃から愛用していたとされる流敵。平安時代末期に、吉経により徹州寺の前身である久能寺に寄進された。昭和52年に静岡市指定文化財に指定されている。通常笛は公開されていないが、清水市や笛の音色に見せられた人々による基金によって1998年に平成の補修と呼ばれる補修がなされた後、吉経の供養。 楽器としての笛の保全などを目的として、鉄州寺ほか各地で演奏会が開催されている。毎回演奏は日本を代表する笛奏者、赤尾道子に託されている。ありがとうございます。